課長といえば、あの、あれだよあれ、あの、おはようございます。ふるさと探訪第5弾。今日は兵庫県多可町を周遊します。以前巡った加西市の北にあり、兵庫県のほぼ中央に位置します。周囲を山に囲まれ、唯一伸びる国道に沿って、加古川水系の杉原川が流れる自然豊かな町です。正直、何も知らないので、これを機に多可町のいいところ見つけたいと思います。多可町南端にある花並親水公園からスタートし、まずはダムに向かいます。多可町のホームページには観光 PR 動画が掲載されていまして、今から向かう工事やダムの映像から始まります。一昔前に作られたっぽいナレーションがついた動画ですが、多可町の自然が感じられるいい動画です。動画では秋の工事やダムが映っていましたが、今日は4月初旬、ご覧の通り桜が咲いております。桜の季節にサイクリングしたの実は初めてかもしれなくて、すごく感動していた気がします。ダム湖へ続く坂道を駆け上がり、工事屋ダムに到着しました。桜とダム、いいですね。ここまで上がってくると、ダム湖周辺はほぼ平坦な道なので、ゆったりと桜と湖を眺めながら走れます。桜とダム湖を眺めながら緩やかなワインディングを楽しむ、もうこの時点で来てよかったなぁと思いました。ちなみにダムのそばに中八千代の森公園という自然を満喫できる公園があり、ダムとその奥に見える多可町の街並みが一望できるみたいです。なんとなく5倍速にしてみたり、ここ本当に良かったです。あ、鹿だ。戻っていった。何その動線。ダム湖の中央にかかる緑大橋からの眺めもまたいい。この湖は水明湖と言います。ダム湖って地名とかとは関係なくかっこいい名前が付けられていて、それを知るのも楽しいです。ダムから降りて町の方へ向かいます。多可町は発祥の町というキャッチコピーがあり、3つの発祥を歌っています。その一つが酒米として有名な山田錦です。ちょうど道の駅山田錦発祥の町高に到着しました。道の駅の名前って何でもありなんですね。ちなみに三木市も山田錦発祥の町を歌っていますので、これについては諸説ですね。おむすびキッチンか、美味しそうだけど、今日はこの後ご飯をたくさん食べる予定があるので我慢します。道の駅から少し行ったところに鍛冶屋線記念館があります。現在多可町に線路は通っていませんが、昔は加古川線の支線が通っていたみたいで、その跡地です。加古川線の支線は他にもありましたが、全て廃線または山積に転換されており、この辺りには同じような廃線跡がちょいちょいあります。今は真っ昼間ですが、夕方とか夜だともっとノスタルジーを感じるのかもしれません。国道427号線を走って北部に向かいます。道は広くないですが、交通量はそこまで多くなく、視界の閉塞感もないので走ってて気持ちいい道です。天高く天気広がる美しい街、そんな多可町のキャッチコピーを感じられるような道でした。ツーリングやサイクリングに来られている人たちもたくさんいるようで、実はツーリングスポットとして結構有名なのかも。次の目的地であるラベンダーパークは、ここを右折した小春ロードの先にあります。なんだかほがらかなイメージの名前がついた道ですが、すぐにそこそこの勾配の坂が待ち受けています。森安小春さんという大層親孝行な娘がいたらしく、この道はそれを称えて名付けられたみたいです。今回のふるさと探訪で見つけた一押しスポット、ラベンダーパークに着きました。ここのラベンダーが綺麗で、というわけではなく、お目当ては併設されているご飯屋さんです。ここは
550円で卵かけご飯が食べ放題というハイパーコスパなお店です。しかも全国から取り寄せた卵かけご飯専用醤油が全20種から選べます。もちろんラベンダー畑の景色も楽しめますし、ラベンダーグッズを買ったり、これまた併設されているカフェでゆっくりしたりという楽しみ方もできます。というかそっちが本来メインだと思いますが、私は醤油全種類試すまで通うと思います。ラベンダーパークから少し走ったところにある道の駅杉原神の里高に着きました。めちゃくちゃにぎわってますね。冒頭で話した高町が発祥を歌っているものの一つ、杉原神の博物館などが併設されている道の駅です。杉原神はかつて天下の名士と呼ばれたほど普及した和紙でしたが、大正時代には生産者が途絶えました。その後そのルーツがここ高町の杉原谷村にあると結論付けられたため、和紙作りが再興されました。またその製法には道の駅の隣を流れる杉原川を利用する工程もあり、その作業光景は高町を象徴するものとなっています。道の駅の真向かいには青玉神社があります。杉の大木に囲まれ、中に入ると向かいにある道の駅のにぎわいとは対照的に静謐な空気に包まれています。ここからは南下していきます。先ほど卵かけご飯をたらふく食べたばかりですが、次はカレーを食べに行きます。国道沿いにあるベロカフェというお店です。ここはサイクリスト大歓迎というお店で、店内にサイクルスタンドが10個以上あります。それもあってかサイクリストたちでにぎわっていましたので、少し待って入店しました。おしゃれカレー、味はまあ美味しかったです。以上、クソみたいな感想でした。では国道からそれて千ヶ峰の登山口に向かいます。千ヶ峰は北播磨の最高峰で、加古川水系と市川水系の分水嶺です。この辺りで一番高い山ということで、標高はそんなに高くないですが、山頂からの景色は良さそうです。途中にある三谷渓谷、桜の川も綺麗で、お花見スポットとしてすごく良さそうな場所です。人はいませんが、ここが千ヶ峰の登山口。高の天空を歩く、かっこいいじゃん。登山口から少し下ったところには伊佐里神という集落があります。小さな集落ですが、棚田の景観が日本の棚田百選に選定されている美しい集落です。この日は桜が綺麗な季節ではありましたが、田んぼは土色で、棚田に関しては季節を逸している感がありますね。この写真何かいいなぁと思って撮ったと思うんですが、全く読み取れないですね。多分何らかのノスタルジーを感じたんでしょうね。棚田が生えそうな季節ではありませんでしたが、田舎の景色を見ながらヒルクライムを楽しめる場所です。高町をサイクリングするなら寄りたい場所ですね。次に向かうのは新松海の水公園です。松海の水は平成の名水百選に選定されており、京阪神の方からわざわざ汲みに来る人もいるらしいです。大阪峠の頂上付近にも水汲み場はありますが、アクセスが厳しいので大体の人はこの新松海の水公園に行くでしょう。私もサイクルボトルに汲むつもりで来たのですが、生水を飲むのは推奨されていなかったので、湧き水を見て唾を飲み込みます。サイクルボトルが空のままですが、ここから約10キロの林道ライドに行くとします。林道笠形線、アップダウンが結構激しく、きついところは 10% 前後の勾配になっていました。走ってみた感想ですが、ここは走らなくてもいいかな。高町を見下ろせるような場所があるのかなと思っていたのですが、いい場所は見つからず、ひたすらアップダウンと向き合うことになりました。何か見たことある景色。ということで、以前ふるさと探訪で加西市を回った時に通った船坂峠に着きました。長い林道を終えて見知った道に出てくるこの安心感。最後に来たのは蛍の宿地。遊歩道が整備されていて綺麗な場所ですね。毎年6月に蛍鑑賞会が行われており、高町の一大イベントとなっているようです。蛍の見頃は一般的に2週間程度と短く、しかも梅雨の時期ということもあり、天候などの条件がいい日は駐車場待ち渋滞ができるほどになるみたいです。じゃあ深夜に行けばいいのではと思いましたが、
ホタルは良い子なので、21時以降はあまり活動しないらしいです。一応深夜でも活動するちょいワルホタルはいるみたいですが、ホタルが乱舞している様子を見たければ21時までに来ということですね。というわけで、ふるさと探訪高千穂編でした。いや、サイクリングコースとしてすごく良い場所だなぁと思いました。交通量も多くなく、視界を遮るものが少ないので走っていて気持ちいいです。そしてラベンダーパーク、また行きます。気が向いたら千ヶ峰登山もしてみようかな。ホタルは見てみたいけど渋滞嫌だな。平日ならちょっとはマシだと思うので、行くなら休みを取って平日に行きます。高千穂のいいところをいろいろ知れたところで、今回はここまでです。あ、冒頭で言った高千穂が発祥を歌っているものの最後の一つは敬老の日らしいです。以上、ご視聴ありがとうございました。